S 級だよ相手千葉ロッテ。今回はね、ダブル石川紹介ということでね、この前石川は正則選手使ったんですけれども、で今回はね、歩の方、ロッテの方をね使っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。いや強いよ。さあ中間、あちょっとラグい、ちょっとラグいけど取れる取れる取れる、うわー取れない、マジか、やばい。まずいきなりのピンチでございますが、この石川投手ね、来年から育成契約を結ぶということで、パープルから一度ね消滅してしまうので、今回ね使っておきたいと思います。で来シーズンから育成契約なので、この2023の間は、ずっと使い続けられます。おーナイスボール。ただね、まちょっとね今シーズンほとんど出場してないのもあって、能力自体もねそこまで上がってはないんですけれども、まあでもプロスピラット強いじゃないですか。ってことは強いってことなんですよもうプロスピリ強い選手はもうパープルでも強いんで、多分で今回はねもう検証も兼ねて使っていきたいと思います。セカンドの頭上ナイスバッティング、さすが S 級、そう簡単に抑えられないね。さあそうだね、使い方としてはこのシンカーをねうまく使うのが一番いいんだけど、ちょっと変化量がねだいぶちっちゃくなっちゃってんだよね。ちっちゃくなっちゃった、あちっちゃくなっちゃった。なんでねちょっとばかりね使いづらいんですよねこのシンカー。さあランナーがスタートしている、セカンドへボール球ナイス、オッケー。さあニンニクスプやっていきます。もう困った時はね全力ストレートで押すのが一番いいですから、このゲーム僕何遍も言ってるんですけど、このゲームの一番強い球種はストレートですので、困った時はストレートでどんどん押していきましょう。オッケーナイスボール、いいで詰まってます。一人でもねああいうストレートで打ち取りがあると相手のアプローチもだいぶ変わってきますので、もうこうなったらこっちのもんですよ。俺ロッテキラー持ってんだ、俺だってクライマックスの1試合ぐらいしかイメージがないんだけど、すごいな。セーフティーバントだっけ、違うバッサーか、バッサーからのオーダーね。オッケーライト弱い当たり、オッケー。さあサイニングスメやっていきます。今回はね変化球もねちゃんと使っていきましょう。ちゃんと検証 TV なんでね。そうですね、さっきもちょっと言ったんですけど、このシンカーの変化量がねだいぶちっちゃいんですよね。まあ3っていう数字だけ見ると普通かもしれないですけどもね、高速なんでだいぶ変化量ちっちゃくなっております。ちょっと前まではね普通のシンカーだったんだけどね、なんかいきなりね高速シンカーに変わったんですよ。なんでまあ対人的にはねまあ一長一短って感じなんですけど、まあ高速シンカーでもいいかなって感じはします。まあ個人的にはシンカーの方が使いやすかったかなっていう気はするんですけども、スローカーブ期待は、スローカーブ、うわマジか。で相手の人が上手いっていうのもあるんだけど、配球がだいぶ難しいね。これはラッキーゲッツ、オッケー。まあまあからともすぎ、あーナイス来た。そうちょっとね変化球のね変化量が少ないんで、どうしてもねストレートに頼ってはね、頼ってはいけないじゃない、頼らないといけないんですけれども、なんとかストレートで伸びるんだよねこれが。ちょっとさあここもう仕方ない、外前進で粘ってくれ。三遊間さ、これさあレフトゴロ、レフトゴロ、あーやってしまった。これあー何してんねん、もう最悪やばい、これコールドクラウ、これかなりまずい。アイアム踏ん張って、アイアム、アイアムファースト、あぶね踏ん張りました。さすが S 級うめえわ、やばい。すみません、これちょっと点取れないんで最後のイニングになるかもしれません。相手の人だいぶうまいわ。いやー待って、足立よ、足立よ、足立でよかった。そうですね、ロッテっていうのはね朗希とか種市とかいろんなピッチャーいるんで、どうしても序列的にはね下がってしまうんですけど、まあ使えなくはないかなって感じだけど、だいぶ配球がね確立できないと難しいかな。で今回私ほぼ初使用なんで、石川投手なんで、だいぶこんな感じで使い慣れてない下手くそな感じにはなってしまってはいるんですけど、まあ上手い配球ができる方ならね全然使ってもいいんじゃないのかなと思います。ちょっとこれ普通のスレートからいこう。ほい、これ最後かもしれんからね。オッケー、セカンド取れる、ママママ、あーママ取れない。シンカー、これいいボール、いやマジ。ぜひ皆さんも使ってみてください。ちょっと甘かいた、ママママママ今度取れない、いやー刺してくれ、いやもうボール球じゃん、もう終わらせて。カーブとかどうよ、あーマジで京太、あー負けすわけね、悔しい試合にはなる。おお危ない、生きてる生きてる。ということで、お相手はクロフラッピーでした。ありがとうございました。